6時32分です。えー、今年もですね、そうです。週中水曜日は、ジャーナリストの鈴木哲夫さんの、そうですね、登場になります。おはようございます。はい。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。もよろしくお願いします。いやー、もうほんと鈴木さんは、去年も非常に、 忙しくて、正月もほとんどなかったでしょいえ、あの、いや、そうでもなかったですよ。あの、そうですかあの、高島さんよりは一日お休みが僕は多かったので。とんでもない、とんでもない。あの、ゆっくりできました。非常に、去年からね、またガーンとね、世間でね、鈴木さんの姿が目立つようになりました。政治がね、やっぱり、去年はかなり激動で動きましたからね。はい。そうですね。なかなか、あの、語れる人っていうかですね、 あの、政治の世界って長年取材してないと、なかなかあの顔がつながらないしね。ああ、それもありますかね、えー。で、鈴木さんだとやっぱりね、聞きやすいしっていうところがあるんですよね。はあ、あの、政治本家で非常にこの大御所になっちゃう人いるじゃないですか。はい、聞きにくいしね、<laughs> ちょっとね、はい。適度に庶民的ですかね、うん。それでお正月で思い出すのがですね、はい、ええはいはい、昔の 田中、目白モ、えーデええ。でね、えー、最近というか、あの、小沢モーデっていうのは健在だという鈴木さんのお話なんですかそうですね、あの、世田谷区深沢の。そう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 。小沢一郎さんと。簡単に、うん、あの、小沢さんのところに行くと。まあ、あの、良、えー、くも悪くもですよ。良くも悪くも、やっぱり、その、実は90年代ぐらいから,らか、ずっともう20年ぐらいは、あの、この人総理大臣になったことないんだけども、えー 小沢中心にこう、政治ってなんか語られたり、たねえ、ひ、うん、新小沢か非小沢かなんつってね。うん、まあ、それぐらいまあ、中心にいたのはずっと小沢さんなんだけども、そこでやっぱり、元旦に自宅で、うんはい、あまあ、こう、お祝いの新年の席をやって、そこに。こう言っちゃうと失礼なんですけどね。ええ、あの、確かに過去の活躍は目立つ。認めますけど、ええ、今、小沢さんのところに行く人ってどんな人なんですか まあ、例えば、今ですと、まあ、自由党の、あの、代表ですからね、自由党の現職の国会議員とか。何人いるんですかえっとね、6人かな、衆参は。あ、六人。で、ただ、その、小沢さんと一緒に、まあ、例えば、もうずっと、行動してきて、今は政党が違うけれども、っていう人たちもいるわけですよね。希望の党に行ってるとか、まあ、立憲に行ってるとかですね。そういう、まあ、小沢系と言われる人たちも、から落選した人たち そういう方たちもみんな集まる、あ今年は、私はちょっと取材行けませんでしたけれども、やっぱり80人ぐらいは、トータルで集まったなんか野党再結集に対してね、小沢さんは非常に裏でまた、力発揮して去年も前原さんと希望の党に今行ってますけど、かなりやっぱり2人で会って、いつも野党が一つになるにはどうすればいいかということで。 まあ、経験はね、ずっと壊し屋とも言われてますけど、はい、ありますから、そういうところで前原さんなんかにも随分影響を与えてきた。希望の党は、あんな風な感じになっちゃいましたですけども、小、うん、沢さんのちょっと、目論見みも狂ったということですかね。だから、やっぱり小池とのも問題ですよね。うん、小池さんのね、だからそこの距離感みたいなのも、あの、間違ったところもあるかもしれませんね。ええ、で、まあ、今年、その席でどういうことを言ったかというと、うん 多少ね、うん、ええー、まあ、思い切ったこともやらなきゃいけない。えー、まあ、つまり、野党が一つになってという、もうずっと言ってますけども、やっぱりそれをやれなければ自分も政治家としてね、えー、やってる意味はないんだというようなことを挨拶でどうも言ったみたいですね、えー、その席ではね。だから、えー、まあ、自分のポジション、もう、高島さんのように昔のほどの小沢さんっていうのは力はないんだけれども、 まあ、小沢さんが、しかも、まあ、出ていくと、なんだ小沢さんが出てきたって言って、嫌がる人も相変わらずいたりするんだけど、その辺は小沢さんも心がけていて、自分なりに何ができるかっていうのは、やっぱり、もう最後の、まあ、政治家としてやるべきことみたいな決意は語ってるようですねです、うん。なんか古いこと聞いて悪いんですけど、うん、あの、奥さんとの問題どうなったんですか いや、もう、それは、あれですよね。え、あの、ま、あの、ままです。そうですね。え、え、だから、なんかね、そうですね。ありましたからね。ありましたね。そうか。ということは、小沢さんとしては、政界への影響力、ね、まだ目の黒いうちは、はい、俺だってやるぞ、そうですね。80人集まったの、多い。 見いやー、僕は多いと見ますね。すね。ええ。だからそこで、ま、道沢さんの評価が、僕は、まあ、どっちとも取れるかなって感じをしてくるんですよ。いや、大した求心力ですよね。普通、呼びかけたってその来ないでしょまあ、確かにそうです。ね、もう関係ないやと思えばね、人間になって冷たいもんですから、そうですか。はい、ということでね、え、小沢一郎さん活躍の場が今年、ひょっとしてまた出てくるかもしれませんですね。 はい。鈴木さんはですね、え続いては7時からです。はい。今朝のコメンテーターは、ジャーナリストの鈴木哲夫さんです。鈴木さん、はい、今年はですね、秋に、あの、自民党のね、総裁選挙が行われると。はいはい、え大注目なんですけど、まあ、安倍さんは余裕なのか、昨日もですね、うん、300でゴルフを楽しんで、えー、あと映画行ったりとかですね、えー、ええ結構あの、正月満喫してます。はい。はいはい それに対してですね、あの、石破茂さんの動きがね、ええ、非常にこうね、細やかで、はいえ、今年の秋にかける意欲が感じられると。そうですね。あの、ついこの間もえ、長い時間お話になったようですけど、<え>石破さんはどんなこと言ってますかあのー、うん、まあ、はっきりとその、まあ、名言っていうのかな。例えば9月の総裁選に私は出ますというふうに、名言はしていませんけれども。してないけども。うん。あのー、うん、まあ、言っている話の、まあ、文脈っていうんですかね、前後から考えれば、はい まあ、総裁選が前回はほら無投票でしたけどもそうですね、うん、こ,あのこれが行われないのはおかしいと。はい かですね。あと、私が聞いてるのは、6月、今6月ぐらいに、あの、いわゆる、政権構想って言っていいんですかね。あの、こういう国にしていきたいんだという、そういうものを、やっぱり、石破さんのものをまとめて。石破さんが。そうそうそう。6月に政権構想すえ、をまとめていく、いきたいというようなことも、実は言っていたりですね。今日の情報でね、新聞にね、石破派研修会前倒し。 例年は秋にやるものをね、7月にすると。はい、はい。いうことで、これやっぱり、あの、秋の総裁選を見てのことなんでしょうね。もちろんですね。ですから、まあ、おそらく、その、<え>これはもう、あくまで私の取材ですけれども、はい、その、6月ぐらいに、例えば政権構想ということであれば、えー、その後、いわゆる派閥のですね、えーえー、まあ、勉強会の中で、まあ、ある種、まあ、決、決起、はい 周回的な、あの意味合いを持つのかなというふうに、ほんと私個人の想像ですけど、そんなイメージですかね。石破さんももう60歳ですから、やっぱり今チャンスつかまないとね。いや、僕は勝負、あの、そのために閣僚も断ってきてる、準備をしてる。それから石破さんの一つのポイントっていうのは、前回、2012年に出た時もそうだったんですけど、総裁選にね。 地方の,あの票ってすごくそうです、ね、集めるわけですね。で、これは単に今地方のっていうよりももう長い間ずっとあの選挙応援なんかでね、うんはい、本当にもう地べたを這うように地方回ってきてるんですよね。はい、もう本当にちっちゃな選挙でも要請があればあの行く。まあ、そういう中でこう築き上げてきた。あとは地方創生とかですね、えーえー、えそういうものも含めて築き上げて、だからこの地方票を しっかり取りに行くという、うん、まあ、一つの戦略もあるんじゃないでしょうか。だから、あの、まあ、安倍さんがそうやって、リラックスしてる間も、はい、まあ、彼はやっぱり、実は例えば一週間のうち多い時は4日間は地方を回って、講演とか勉強会とか、ねえー。なるほど。まあ、そんな感じの日々ですかね。6年前に、あの、地方では、あの、石破さんがダント突の票を取りました。そうですねで。そしたら国会議員票が投票になったら、あらって言うんでね。えー 簡単にひっくり返っちゃいますね。そうそう。あの、一回目の投票で、過半数取れなかったので、あの、いわゆる、決選投票になっ決選投票。で、決選投票は、国会議員だけで投票する。だから、長田町的には、その、市場さんの、こう、求心力が一つだってずっと言われていて、そこで負けちゃったんですよね。で、今度規定が変わったということです今度からね、国会議員と地方票は同等にするというようなことのようですあと、決選投票に地方票も、 反映されるようになったんですねと今まで国会だけあの議員だけだった、ね、そうですね、はあはあ、だからまあ、あの47票ぐらいかな、そんなに、ええ、たくさんの票ではないけども、ええその、これ、地方票がね、高島さん。ええ 例えば、石破さんに流れると、ええ、そもそも地方票に支えられてる地方の国会議員たちたくさんいるわけでしょ、ええ、この人たちが、いや、自分たちは安倍さんというわけになかなかこう行かなくなるんですね。ですね。だからそういう意味でも地方票からを掘り起こしていこうという戦略だと思います。なるほど。事実上、あの野田総務大臣だとか、岸田、 政調会長とか名前出てますけれども、ええ、実質的には安倍さんと石破さんの一騎打ちと見てよろしいですかねまああの今のところ、そんな感じでしょう、だけど安倍さんのサイドはですね、うん、取材すると、一騎打ちはやっぱりリスクがあるので、ええ、ははできれば何人か出た方がいいだからそういうことで、ええ、石破さんの票を崩すために、誰かを例えば出す動きなんていうのが駆け引きが出る可能性はありますね。はあ その辺は非常に微妙なところなんでしょうね。うねはい。今年の秋、自民党総裁選挙です。野次馬ニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに、全国のラジオ局21局を結んでお届けします。おめでとうございます。高島秀武です。今朝のコメンテーターは、今年もちろん初登場、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。 いいろいろ情報をお持ちですけども、まずこのニュースから取り上げます。公明党の山口代表は昨日新春恒例の街頭演説を行い今月22日召集の通常国会で来年度予算などの早期成立を目指す決意を強調しましたしかし公明党は去年の衆議院選挙での苦戦を踏まえ党勢の立て直しが今年の課題となります そうか、去年の総選挙では苦戦したんですね、公明党ね。ま、あしかしですね、自、え、公、ー、の連立はね、もう何年になるんですかね、相当長いですよね。 まず、日本放送報道部の森田浩二解説委員です。はい。自公の連立政権は、まあ、野党時代がありましたが、政権を担っていたのはもう16年ということになりますね。そうな,なりました。はい。で、公明党の山口代表は、年末は、まあ、奥さんへの罪滅ぼしということで、自宅の大掃除に精を出していたんですが、昨日、新春恒例の街頭演説を新宿の駅前で行いました。で、この演説の中で山口代表は、連立政権で雇用を広げ、失業を減らし、賃金上昇の流れを作っ た、それを力強くしていくことが重要だとこのように述べました。で、公明党も今年の9月に党の代表選を控えているんですね。まあ、ですが、山口代表の6選が有力とされております。まあ、山口代表は支持母体の創価学会の婦人部から清廉潔白な人柄で安定感があると評価されております。まあ、ですが、統制の再建が急務でして、まあ、今あったように。去年の衆議院選挙。まあ、かつては900万。票近 長く集めた比例代表だったんですが去年の総選総選挙では比例代表が700万票を割り込みまして全体でも解散前から6議席減らして29議席になっておりますまあ、このため昨日の演説でも山口代表は党の足腰を鍛え直す1年にしたいと述べていますで来年の統一地方選挙そして参議院選挙での勝利が最重要課題となっておりますまあ、ただ憲法改正の動きというのが懸念 自民党は年内の国会発議を目指す構えなんですが、まあ、公明党の中には自民党と対応が割れてもかわ構わないと、まあ、こういう意見まで出ているんですね。まあ、公明党として結束できるのかどうか、山口代表の手腕が試される一年になりそうなんですね。 去年もずっと一緒にやってきて、はい、一番の何かこう公明党としては、うん、あのやや隼々、えーえー、迷うそういう気が出てきたというような去年の10月22日の総選挙っていうのは。ええ 大変大きな影響を与えているようですよね。明党にね、なんかあの選挙って、例えば、あの、小池百合子さんが出てきてね、希望の党がうまくいかなかったとか、立憲がどうだったとか。公明党にとって前でしたかいやいや、実はその陰に隠れてたんですけど、公明党が敗れたっていうのは、実はすごく大きな、実は、出来事と私は見てるんですね。で、そういう意味では、例えば、あの選挙の後から、発言が、 ええ、少し僕は変わったあー微妙にねもう選挙終わってすぐ、山口代表が憲法改正については慎重なことを明言しましたよね、あれって思ったんだけど、うん、やっぱり実は、あの選挙のそのそで負けた、これを何とか跳ね返さなきゃいけない、はい、で負けた理由のまあ非常に大きなものとして、ええ、何でもかんでも自民党に、ええ、まあ、 追従っていうんですかね。<ー>してきたじゃないかと。うん、やっぱり平和や福祉の公明党をはっきりさせなきゃいけないんじゃないか。うんうん、で、まあそういう存在感を出すために、うん、憲法改正そう簡単にはいきませんよっていうのは、非常に象徴的でわかりやすいですよね。はい、だから、私はこう思うにこう見ていて、やっぱりその公明党らしさを、はい、ここでもう一回存在感を出すためには、はい 連立の中でもね、連立内野党っていうんでしょうかね。ええ、よ,より庶民に近い形で、連立自民党にもちゃんと注文つけていきますよと。ええええ、こういう姿勢をに変わった気がします。それから、まあ森田さんさっきおっしゃってたけど、実は公明党にとってですね、地方選挙、統一地方選挙ってのはものすごくやっぱり大きい意味があるんですね。はいうん、そうですねで。これはね、やっぱ公明党のその地方議員っていうのはもう網の目のようにこう全国にいます。うん、ここが、 全部ね、情報収集の実は根っこになってるんですね。これ組織的に。だから、うん、これを1年後に控えたらもう今年から選挙体制ですよ。うん、申し訳ないが、憲法改正で一緒にこう流されていく。はい、とてもそんなことじゃないよ。はい、とこういう。はい 多分姿勢に今年はなるんじゃないでしょうかね。とは言ってもですね。はい。あの、いろいろ安倍さんに対しても物言いたいところは数々あるんでしょうけども。でもまあ、あの、政権を担うというね。ええ、閣内にもね、大臣に言えてるし。そういうようなことになると、よくほら、与党の旨味とか言うじゃないですか。はいはいはい。一度味わうとな。あれをね、手放すつのはね、もう全然できやしないんだと。そういう観点から言うと、どうですか、俗っぽい話ですけど。いや、あの、離れる気はない。 いや、あの、それは僕は可能性としては薄いと思いますね。うん、だから、政策ごとにやっぱりそのメリハリをつけていく、うん、ということでしょう。ただ、あのー、やっぱり長く政権にいることによって、うん、もう組織的にはやっぱり、もう与党の一角になってますからね。はい、そう簡単にそう離脱ってことかででき、はい、はできない。それともう一つ、700万票割れっていうとね、ええ、もう公明党の根幹にかかりますよね。そうですね。ねそれで、6人も議席を減らした。うん 山口さんに対してのその内部の動きっていうのは、ええ、あるいはバックの総価学会の動きとか、ええ、そういうのはどうなんですかあの、山口代表は人柄、さっき森さんおっしゃったように、ええ、まあすごく。不審無に受けてる。いや、あの、うん、いいんですよね。で、ええ、あの、だけどもう一つ、これ公明党のちょっと幹部の方、何人か話すと、一つやっぱり公明党そのものの世代交代が、実はあんまりうまくいってないってとこもあるんですね。あ,あ,あのし、支援者の問題もあるんだけれども、ええ、で言われてみれば確かに、うん 公明党のベテランの方と若手のこうシフトってうまくいってないですよずっとつまり、あ<ー>まあ同じ顔ぶれっていうふうに言ってもいいかもしれない。うん、だそういう意味では、あの、山口さんの信任は厚いんだけれども、はい、じゃあポスト山口っていうと誰かっていうと、<っ>これがなかなかこう定まってもない。確かに。そんな、あの、まあ、背景もあるかもしれませんね。<ー>えー、なんかこう、 漏れ、伝わってくる情報によると、安倍さんと、それからね、山口さんというのも、あんまりそれは合わないんだなんていう人もいるし、この辺はどうなんですかね、政治家だから関係ないですかね。取材している人たちは、この安倍さんとその、まあ、山口さんがね、あの、ケミストリーが合う、合うなというふうには思ってないんじゃないですか。だからやっぱりちょっと方向感違うなというのは、まあそこは、でもまあ、高等同士の連立というね、 まあある種の大人の対話みたいなところもきっとあるんだろうなと思いますけどね。うん、なんか非常にあのなんていうかなあの山口さんはあのおしゃべりもね理路整然と、うん、発音も非常に明瞭で、ええ、NHK のアナウンサーみたいって言ってる人れいましたけどね。<ー> <laughs> <laughs> もう少しこのなんていうのかな。 あの、臭みをつけた方がいいかもしれないですね。ああ、なるほど。ああ、なるほど。でもまあ、あの、喋り方で、こう、冗談なんか交えると、あの、よくやるじゃないですか、イエローカード持ってみたんそうすると、ほら、ぎこちないのが帰っていいというね、そういう、あの、ふうにおっしゃるかと思いますよ。まあ、ある意味で、神戸とも今年は少年いや、少年場だと思いますね。はい。もう一つ、政治の話題を。 希望の党と民進党は今日統一会派結成をめぐる協議に入ります今月の通常国会招集までの結成を目指しますが両党には統一会派に反対する議員がおりすんなり進むかは不透明です はい。民進党の益子幹事長、それから希望の党の古川幹事長らが今日、名古屋市内のホテルで会談しまして、統一会派結成をめぐる協議に入ります。まあ、今月22日招集予定の通常国会までに、まあ、統一会派を結成しようということですが、民進党は大晦日に統一会派構想を拒んでいる立憲民主党とも個別に会談し、改めて理解を求めていく方針を確認しております。で、この統一会派結成について民進党の中では、まあ、例えば杉尾 一おヒデ参議院議員などは、希望の党とだけ統一会派を組むんであれば、離党すると明言しておりまして、この統一会派結成で新たな離党者を生む可能性もある。一方、希望の党も、細野豪志憲法調査会長ら、決闘メンバーが、えー、この憲法改正などの立場から統一会派に否定的でして、民進党とのこの統一会派結成は、順調に進むかどうか見通せていないんですね。 まあ、野党サイドはもう荒れる要素ばっかりでね。ごたごたしてます。いやいや、はい、あのね、うん、実は、あの、非常にシ,シンプルってはシンプルなんですけど、この前の選挙を通じて、こう、はっきり、まあ、色分けされた。これは第一段階の色分けというふうな表現を僕は使ってますけども、ええ、立憲民主党っていうのは、割と政策的にも、まあ、方向が一緒で色分け、 して、こう、綺麗に一つ固まりましたよね。はい、で、ところが、まあの、母体として残ってった民進党、それから希望の党、ここはやっぱりですね、まあ、ちょっと表現がいいかどうかわかんないけども、保守系、保守色の強い人と、リベラルの人と、両方とも、まだ混在してるんですよね。だから、そういう意味では、これがもう本当にごあさんでまたみんな三つが一緒になったら、 かつての民主党であり、かつての民進党であり、<laughs> 結局に飲ま同じになっちゃう。うん、だから、うん、そういう意味では、あのー、まあ、まだ、こう、リベラル保守が混在している民進と、それから、えー、希望。ここが、ご、ごたごたしてる、ってか、両方いる限りは、うまくいかないということですね。だからもう立憲民主は、割と腹を固めていて、もう、自分たちからは、は、崩さないから。 こっちに来だからもう一回、その第2幕としてね、うん、保守系とまあリベラル系の2つの野党に割れる、これができるかどうかっていうのは課題ですよね、ことのね。あの希望騒動ね、ね、うん、あれで、まあ、枝野さんだけですよね、うん、漁夫の利を得たのは。まあだけど、<ー>このね、日本その選挙特番でもね、つないで聞いたけども、うんええ、称賛はなかった。 たっていうふうに言ってましたね。うん、そりゃそうですよね、うん。もう仕方なく出て行生きた放置しなかったんじゃないですか。仕方なく出ていったらよく筋を通したっていうことで、うんうん、だからそれであの含み笑いがまた元に戻ってた <laughs> 最近。えー、<laughs> えー。だけどそういう意味で綺麗にもう本当にもうきっちり分かれないと、またこれ国民の信頼を失いますからね。野党何やってんだ。だからもうちょっと早急にねこれは第二幕をちゃんとやってもらいたいとい。一言何とかなりそうなんですか。 まあなんとかならなきゃ野党は終わるってことでしょうね、えー、なんとかならなきゃ野党はおしまいと鈴木哲夫さんの結論ですねはいありがとうございましたまどんな動きになるでしょう小沢さんっていうのは力はないんだけれどもまあ小沢さんがしかもまあ出ていくと「なんだ小沢さんが出てきた」って言って嫌がる人も相変わらずいたりするんだけど <laughs>、えーえー、その辺は小沢さんも心がけていて自分なりに何ができるかっていうのはやっぱり もう最後の、まあ、政治家としてやるべきことみたいな決意は語ってるようですねです、うん。なんか古いこと聞いて悪いんですけど、うん、あの、奥さんとの問題どうなったんですかいや、もう、それは、あれですよね。えー、あの、まあ。あのままです、ね。えそうですね。えー、えー、え、だから。なんかね。そうですね。あ,ありましたからね。あり,ありましたね。はい,は,いはい。えー、そうか。 ということは、小沢さんとしては政界への影響力。ね、ええ、まだ目の黒いうちは。うん、はい。俺だってやるぞ。そうですね。八十、ね、人集まったの、うん、うん、多い。 見るいき僕は多いと見ますね。そうますね。ええ。だからそこで、ま、道沢さんの評価が、僕は、ま、どっちとも取れるかなって感じしてくるんですよ。いや、大した求心力ですよね。普通、呼びかけたってその来ないでしょもう。まあ、確かにそうです。ね。もう関係ないやと思えばね。人間になって冷たいもんですから。そうですか。はい。ということでね、え、小沢一郎さん活躍の場が今年、ひょっとしてまた出てくるかもしれませんですね。 はい、鈴木さんはですね、え続いては7時からです。はい、今朝のコメンテーターは、ジャーナリストの鈴木哲夫さんです。鈴木さん、はい、今年はですね、秋にあの自民党のね総裁選挙が行われると、はいはいえ。大注目なんですけど、まあ、安倍さんは余裕なのか、昨日もですね、うん、300でゴルフを楽しんで、えー、あと映画行ったりとかですね、えー、えええ結構、あの、正月満喫してます。 それに対してですね、あの、石場茂さんの動きがね、ええ、非常にこうね、細やかで、はいえ、今年の秋にかける意欲が感じられると。そうですね。あの、ついこの間もえ、長い時間お話になったようですけど、<え>石場さんはどんなこと言ってますかあのー、うん、まあ、はっきりとその、まあ、名言っていうのかな。例えば9月の総裁選に私は出ますというふうに、名言はしていませんけれども。してないけども。うん。あのー、うん、まあ、言っている話の、まあ、文脈っていうんですかね、前後から考えれば、はい まあ、総裁選が前回はほら無投票でしたけどもそうですね、うん、こ,あのこれが行われないのはおかしいと。はい かですね。あと、私が聞いてるのは、6月、今6月ぐらいに、あの、いわゆる、政権構想って言っていいんですかね。あの、こういう国にしていきたいんだという、そういうものを、やっぱり、石破さんのものをまとめて。石破さんが。そうそうそう。6月に政権構想だっす。え、をまとめていく、いきたいというようなことも、実は言っていたりですね。今日の情報でね、新聞にね、石破派研修会前倒し。 例年は秋にやるものをね、7月にするということで、はいはい、これやっぱり、あの秋の総裁選を見てのことなんでしょう、ね、もちろんですね、うん、ですから、まあ、おそらくその、<っ>これはもうあくまで私の取材ですけれども、<っ>その6月ぐらいに例えば政権構想ということであれば、<っ>その後いわゆる派閥の勉強会の中で、まあ、ある種、決起。はい 周回的な、あの意味合いを持つのかなというふうに、ほんと私個人の想像ですけど、そんなイメージですかね。石破さんももう60歳ですから、やっぱり今チャンスつかまないとね。いや、僕は勝負、あの、そのために閣僚も断ってきてる、準備をしてる。それから石破さんの一つのポイントっていうのは、前回、2012年に出た時もそうだったんですけど、総裁選にね。 地方の,あの票ってすごく、えーすね、集めるわけですね。で、これは単に今地方のっていうよりも,も長い間ずっとあの選挙応援なんかでね、うん、本当にもう六時三6時32分です。 えー、今年もですね、そうです。週中水曜日は、ジャーナリストの鈴木哲夫さんの、そうですね、登場になります。おはようございます。はい。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。いやー、もうほんと鈴木さんは、去年も非常に、 忙しくて、正月もほとんどなかったでしょいえ、あの、いや、そうでもなかったですよ。あの、そうですかあの、高島さんよりは一日お休みが僕は多かったでとんでもない、とんでもない。あの、ゆっくりできました。非常に、去年からね、またガーンとね、世間でね、鈴木さんの姿が目立つようになりました政治がね、やっぱり、去年はかなり激動で動きましたからね。はい。そうですね。なかなか、あの、語れる人っていうかですね、 あの、政治の世界って長年取材してないと、なかなかあの顔がつながらないしね。ああ、それもありますかね、えー。で、鈴木さんだとやっぱりね、聞きやすいしっていうところがあるんですよね。はあ、あの、政治本家で非常にこの大御所になっちゃう人いるじゃないですか。はい、聞きにくいしね、ちょっとね。<笑><笑>適度に庶民的ですかね、うん。それでお正月で思い出すのがですね、はい、えーはいはい、昔の 田中、目白詣で。えー、でね、えー、最近というか、あの、小沢詣っていうのは健在だという鈴木さんのお話なんですそうですね、あの、世田谷区深沢の。そう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 。小沢一郎さんと。簡単に、<卓>あの、うん、小沢さんのところに行くと。まあ、あの、良、えー、くも悪くもですよ。良くも悪くも、やっぱり、その、実は90年代ぐらいから、ずっと20年ぐらいがはい、あの、この人総理大臣になったことないんだけども、えー 小沢中心にこう、政治ってなんか語られたり、たね,ね、うん、小沢ひ、新小沢か、非小沢かなんつってね。うん、まあ、それぐらいまあ、中心にいたのはずっと小沢さんなんだけども、そこでやっぱり、元旦に自宅で、うんはい、あまあ、こう、お祝いの新年の席をやって、そこに。こう言っちゃうと失礼なんですけどね。ええ、あの、確かに過去の活躍は目立つ。認めますけど、ええええ、今、小沢さんのところに行く人ってどんな人なんですか まあ、例えば、今ですと、まあ、自由党の、あの、代表ですからね、自由党の現職の国会議員とか。何人いるんですかえっとね、6人かな、衆参は。あ、6人。で、ただ、その、小沢さんと一緒に、まあ、例えば、もうずっと、行動してきて、今は政党が違うけれども、っていう人たちもいるわけですよね。希望の党に行ってるとか、まあ、立憲に行ってるとかですね。そういう、まあ、小沢系と言われる人たちも、から落選した人たちです。 そういう方たちもみんな集まる、あ今年は、私はちょっと取材行けませんでしたけれども、やっぱり80人ぐらいは、トータルで集まったなんか野党再結集に対してね、小沢さんは非常に裏でまた、力発揮してる去年も前原さんと希望の党に今行ってますけど、かなりやっぱり2人で会って、いつも野党が一つになるにはどうすればいいかということで、 まあ、経験はね、ずーっと壊し屋とも言われてますけど、はい、ありますから、そういうところで前原さんなんかにも随分影響を与えてきたん、ね。希望の党は、あんなふうな感じになっちゃいましたですけども、小、うん、沢さんのちょっと、目論見みも狂ったということですかね。だからやっぱり、小池とのもも、うん、問題ですよね、小池さんのね、<ー>だからそこの距離感みたいなのも、あの、間違ったところもあるかもしれませんね。ええ、で、まあ、今年、その席で、うん、どういうことを言ったかというと、はい 多少ね、うん、ええー、まあ、思い切ったこともやらなきゃいけない。ええ、まあ、つまり、野党が一つになってという、もうずっと言ってますけども、やっぱりそれをやれなければ自分も政治家としてね、ええ、やってる意味はないんだというようなことを挨拶でどうも言ったみたいですね、その席ではね。だから、ええ、まあ、自分のポジション、もう、高島さんのように昔のほどの、全然できやしないんだと。ええ、そういう観点から言うと、どうですか、俗っぽい話ですけど。いや、あのー、離れる気はない。 いや、あの、それは僕は可能性としては薄いと思いますね。うん、だから、政策ごとにやっぱりそのメリハリをつけていく、うん、ということでしょう。ただ、あの、やっぱり長く政権にいることによって、うん、もう組織的にはやっぱり、もう与党の一角になってますからね。はい、そう簡単にそう離脱とかででき、はできない。それともう一つ、700万票割れっていうとね、ええ、もう公明党の根幹にかかりますよね。そうですね。ねそれで、6人も議席を減らした。うん 山口さんに対しての,その内部の動きっていうのは、えー、あるいはバックの創価学会の動きとか、えー、そういうのはどうなんですかあの山口代表は人柄、さっき森さんおっしゃったように、えー、まあすごく。不審無に受けてる。いや、あの、うん、いいんですよね、でもう一つ、これ、公明党のちょっと幹部の方、何人か話すと、一つやっぱり公明党そのものの世代交代が、実はあんまりうまくいってないってところもあるんですねあ<ー>あのし、支援者の問題もあるんだけれども、えー、で言われてみれば、確かに。うん 公明党のベテランの方と若手のこうシフトってうまくいってないですよ。ずっとつまり、あ<ー>まあ同じ顔ぶれっていうふうに言ってもいいかもしれない。うん、だそういう意味では、あの、山口さんの信任は厚いんだけれども、はい、じゃあポスト山口っていうと誰かっていうと、<っ>これがなかなかこう定まってない。確かに。そんな、あの、まあ、背景もあるかもしれませんね。 漏れ伝わってくる情報によると、安倍さんと、それからね、山口さんっていうのも、あんまりそれは合わないんだいう人もいるし、この辺はどうなんですかね、政治家だから関係ないですかね。僕も取材している人たちは、この安倍さんとその、まあ、山口さんがね、あの、ケミストリーが合う、合うなというふうには思ってないんじゃないですか、だからやっぱりちょっと方向感違うなというのは、そこはでも、まあ、高等同士の連立というね。 まあある種の大人の対話みたいなところもきっとあるんだろうなと思いますけどね。うん、なんか非常に、あの、なんていうかな、あの、山口さんは、あの、おしゃべりもね、理路整然と、うん、発音も非常に明瞭で、えー、NHK のアナウンサーみたいって言ってる人がいましたけどね。<あー> <laughs> <laughs> もう少しこの、なんていうのかな。 あの、臭みをつけた方がいいかもしれないですね。ああ、なるほど。ああ、なるほど。でもまあ、あの、喋り方で、こう、冗談なんか交えると、あの、よくやるじゃないですか、イエローカード持ってみたいん。そうすると、ほら、ぎこちないのが帰っていいというね。そういう、あの、ふうにおっしゃるかと思いますよ。まあ、ある意味で、神戸とも今年は少年場。いや、正念場だと思いますね。はい。もう一つ、政治の話題を。 希望の党と民進党は今日統一会派結成をめぐる協議に入ります今月の通常国会招集までの結成を目指しますが両党には統一会派に反対する議員がおりすんなり進むかは不透明です、はい はい。民進党の益子幹事長、それから希望の党の古川幹事長らが今日、名古屋市内のホテルで会談しまして、統一会派結成をめぐる協議に入ります。まあ、今月22日招集予定の通常国会までに、まあ、統一会派を結成しようということですが、民進党は大晦日に統一会派構想を拒んでいる立憲民主党とも個別に会談し、改めて理解を求めていく方針を確認しております。で、この統一会派結成について民進党の中では、まあ、例えば杉尾 お大秀や参議院議員などは希望の党とだけ統一会派を組むんであれば離党すると明言しておりましてこの統一会派結成で新たな離党者を生む可能性もある一方希望の党も細野豪志憲法調査会長ら決闘メンバーが、えー、この憲法改正などの立場から統一会派に否定的でして民進党とのこの統一会派結成は順調に進むかどうか見通せていないんですねジベーを這うように血を回ってきてるんですよね、はい、もう 本当にちっちゃな選挙でも要請があれば、あ,<ー>あの、行く。まあそういう中でこう築き上げてきた。あとは地方創生とかですね、えーえー。そういうものも含めて築き上げて。だからこの地方票をしっかり取りに行くという、うん、まあ、一つの戦略もあるんじゃないでしょうか。だから、あの、まあ安倍さんがそうやってリラックスしてる間も、まあ彼はやっぱり、 実は、例えば、一週間のうち、多い時は、四日間は地方を回って、公演とか勉強会とかですね。ええ、まあそんな感じの日々ですかね。6年前に、あの、地方では、あの、石破さんが、ト突の票を取りました。そうですね。で、そしたら、国会議員票が投票になったら、あらって言うんだよね。ええ 簡単にひっくり返っちゃう。そうそう。あの、一回目の投票で、過半数取れなかったので、あの、いわゆる、決選投票な決選投票なで、決選投票は、国会議員だけで投票する。だから、長田町的には、その、市場さんの、こう、求心力が一つだってずっと言われていて、そこで負けちゃったんですよね。で、今度規定が変わったということです今度からね、国会議員と地方票は同等にするというようなことのようですあと、決選投票に地方票も、 反映されるようになっですね今まで国会議員だけだったうですね。だからまあ、47票ぐらいかな、そんなにたくさんの票ではないけども、これ、地方票がね、高島さん、例えば石破さんに流れると、そもそも地方票に支えられてる地方の国会議員たちたくさんいるわけでしょ、この人たちが、いや、自分たちは安倍さんというわけになかなか行かなくなるんですね。だからそういう意味でも地方票からを掘り起こしていこうという戦略だと思います。なるほど 事実上、あの野田総務大臣だとか、岸田政調会長とか、えー、名前出てますけども、えー、実質的には安倍さんと石破さんの一騎打ちと見てよろしいですかね。まあ、あの、今のところ、そんな感じでしょう。えー、だけど、安倍さんのサイドはですね、うん、取材すると、一騎打ちはやっぱりこうリスクがあるので、えー、できれば、何人か出た方がいい、えー。なるほど。だからそういうことで、えー、石破さんの票を崩すために、誰かを、例えば出す動きなんていうのが、駆け引きが出る可能性もありますね。 その辺は非常に微妙なところなんでしょうね。うねはい。今年の秋、自民党総裁選挙です。ヤジウマニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けします。おめでとうございます。高島秀武です。今朝のコメンテーターは、今年もちろん初登場、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。 いいろろ情報をお持ちですけどもまずこのニュースから取り上げます公明党の山口代表は昨日新春恒例の街頭演説を行い今月22日招集の通常国会で来年度予算などの早期成立を目指す決意を強調しましたしかし公明党は去年の衆議院選挙での苦戦を踏まえ統制の立て直しが今年の課題となります そうか、去年の総選挙では苦戦したんですね、公明党ね。まあ、しかしですね、自、え、公、ー、の連立はね、もう何年になるんですかね、相当長いですよね。 まず、日本放送報道部の森田浩二解説委員です。はい。自公の連立政権は、まあ、野党時代がありましたが、政権を担っていたのはもう16年ということになりますね。ななはい。で、公明党の山口代表は、年末は、まあ、奥さんへの罪滅ぼしということで、自宅の大掃除に精を出していたんですが、昨日、新春恒例の街頭演説を新宿の駅前で行いました。で、この演説の中で山口代表は、連立政権で雇用を広げ、失業を減らし、賃金上昇の流れを作り、 それを力強くしていくことが重要だとこのように述べましたで、公明党も今年の9月に党の代表選を控えているんですねまあ、ですが山口代表の6選が有力とされておりますまあ、山口代表は支持母体の創価学会の婦人部から清廉潔白な人柄で安定感があると評価されておりますまあですが統制の再建が急務でしてまあ、今あったように去年の衆議院選挙まあ、かつては900万票近 集めた比例代表だったんですが去年の総選総選挙では比例代表が700万票を割り超いまして全体でも解散前から6議席減らして29議席になっております、まあ、このため昨日の演説でも山口代表は党の足腰を鍛え直す1年にしたいと述べていますで来年の統一地方選挙そして参議院選挙での勝利が最重要課題となっております、まあ、ただ憲法改正の動きというのが懸念 原材料でして公明党の党勢に平和を掲げてきただけに安倍総理が目指している9条改正を中心に公明党支持者の抵抗感は根強いとされております、まあ、自民党は年内の国会発議を目指す構えなんですが、まあ、公明党の中には自民党と対応が割れてもかは構わないと、まあ、こういう意見まで出ているんですね、まあ、公明党として結束できるのかどうか山口代表の手腕が試される1年になりそうなんですね16年 去年もずっと一緒にやってきて、はい、一番の何かこう公明党としては、うん、あのやや隼々迷うそういう気が出てきたというような去年の10月22日のあの,あのえ総選挙っていうのは。ええ 大変大きな影響を与えているようですね。明党にねなんかあの選挙って、例えば、あの、小池百合子さんが出てきてね、希望の党がうまくいかなかったとか、立憲がどうだったとか。公明党にとってもいいやいや、うん、実はその陰に隠れてたんですけど、公明党が敗れたっていうのは、実はすごく大きな、実は、出来事と私は見てるんですね。で、そういう意味では、例えば、あの選挙の後から、発言が、 ええ、少し僕は変わってしまねもう選挙終わってすぐ、山口代表が憲法改正については慎重なことを明言しましたよね、あれって思ったんだけど、うん、やっぱり実は、あの選挙のそのそで負けた、これを何とか跳ね返さなきゃいけない。はい 負けた理由の、まあ非常に大きなものとして、何でもかんでも自民党に、まあ、追従っていうんですかね。してきたじゃないかと。やっぱり平和や福祉の公明党をはっきりさせなきゃいけないんじゃないか。で、まあそういう存在感を出すために、憲法改正そう簡単にはいきませんよっていうのは、非常に象徴的でわかりやすいですよね。だから、私はこう思うに見ていて、やっぱりその公明党らしさを、ここでもう一回存在感を出すためには、 連立の中でもね、連立内野党っていうんでしょうかね。ええ、より庶民に近い形で、連立自民党にもちゃんと注文つけていきますよ、ええええ、こういう姿勢に変わった気がします。それから、まあ森田さんさっきおっしゃってたけど、実は公明党にとってですね、地方選挙、統一地方選挙ってものすごくやっぱり大きい意味があるんですね。うん、そうですねで。これはね、やっぱ公明党のその地方議員っていうのはもう網の目のようにこう全国にいます。うん、ここが、 全部ね、情報収集の実は根っこになってるんですね。組織的に。だから、うん、これを1年後に控えたらもう今年から選挙体制ですよ。うん、申し訳ないが、憲法改正で一緒にこう流されていく。はい、とてもそんなことじゃないよ。とこういう。はい 多分姿勢に今年はなるんじゃないでしょうかね。とは言ってもですね。い、うん。あの、いろいろ安倍さんに対しても物を言いたいところは数々あるんでしょうけども。でもまあ、あの、政権を担うというね。え、拡大にもね、大事に言えてるし。はいええ、そういうようなことになると、よくほら、与党の旨味とか言うじゃないですか。一度味わうとな。あれをね、手放すつのはね。ええ、もう